そうか、リバウンドから白井とからハリス、これはスティール、そのまま持ち込んでシュート、大塚優斗が決めてきました。ブランドン・アシュリー、千葉が抑えて速攻に移ります、シュート、ブランドン・アシュリースリー打ってきましたが外れて千葉ボール、中のアシュリー、シュート決まってバスケットカウントエンドワン、ここは白戸のファウルを取られました福岡。グリーンが長石、そして重富周希のスリー決まりました。マーベル・ハリス、ここはミドルよく決めてきました。グリーンがフェイダーウェイ、しかし一方これはうまいシュート、レオライオンズでした。リバウンド千葉です。コービーパラスが打ってきました。ラベネルから再び中のブランドン・アシュリー、小林から中のアシュリー、福岡ジョーダン・グリーンのファウルを取られました。ブランドン・アシュリー、ここは前ターンからシュート、しかしこのシュートをしてリバウンド、イバン・ラベネルダンク、千葉にボールを当たります。そしてそのまま千葉のファーストブレイク、一旦ここはボールを割いて、ここはラベネルでした。ゴール下イバン・ラベネルからブランドン・アシュリー、そして大塚ロングスリー、これが落ちて福岡にボールを渡る。ジョーダン・グリーンゴールした。そして残りが5秒、4秒、3秒を時間がありません。そして試合終了です。